はじめに。本動画には最新話を含め、推しの子のあらゆるネタバレが含まれ、ある程度物語を知っていることが前提となります。故に視聴者様の選択肢は次の3つ。1、物語を把握した状態で視聴する。把握していない場合は、原則1回だけ無料で全部見られるスマホアプリ、ヤンジャン、ジャンププラスを利用するのがおすすめです。2、把握せずに視聴する。3、視聴せずブラウザバックして別の動画を見るなり、別のことをするなりする。ということで、1または2を選んだ方は、ゆっくりしていってね。煽り耐性のないちびっこ神様のつくよみちゃんによると、神木光る、星の愛を超えうる者を殺すことで、星の愛の重みが増すなんて妄執にとらわれうんぬん。人の命を奪わせることで、自らの欲、愛さんの重みを増したいという欲、を満たす壊れた魂。とのことなので、神木くんによる片寄せゆらさんの殺人や、ルビーさんの殺人未遂は、愛さんを永遠のナンバーワンにするためにしていたということで良さそうですかね。ルビーさんを落とそうとした時に右目が黒でなく白だったのは、怒りや憎しみなど負の感情から殺したかったのではなく、神木くんにとって殺人はあくまでも推し活で、愛さんを思う気持ちが根底にあったからでしょう。片寄せさんとの最後の対面で、目が黒星だったのが少し引っかかるのですが、落とすまでは白で。落として死が確定してからは、やることは終えたしいつもの黒に戻ったということでいいのかな。ともあれ、神木くんが愛さんのために人を殺していたというのは、納得感がありました。15年の嘘のインタビューを、愛さんからの時を超えたラブレターを見た神木くんは、自分が愛さんから嫌われていたのではなく愛されていたことを知り、うずくまる彼は力なく、まるで空っぽになったようになってからようやく立ち上がり、愛のために自分なりにできることをしに行く、と、自分なりに何か償いをするかのようなセリフを言い、去っていったのに、二のを利用してルビーさんを殺そうとしていたのは、ラブレターが何も響いていないから反省もせず、殺そうとしたのではなく、本当にショックを受けていて、ますます愛さんへの愛情が芽生えたからこそ、愛さんのためにルビーさんを殺そうとしたのだと思われます。そしてこれこそが、神木くんの言う、愛のために自分なりにできることなのではないでしょうか。アクアマリンくんには多くの生きたい理由、夢があり、それらすべてを捨ててでもルビーさんの未来を守り、神木くんと心中しようとしていました。アクアマリンくんの夢として挙げられていたのは、いつか外科医になること、重曹の気持ちに応えること、姫川さんとまた海に行くこと、宮右衛門を母と呼ぶこと、茜さんに受けた恩をすべて返して、今度こそ対等な関係を築くこと、そしてルビーさんがドームに立つ姿を見届けることでした。これについて少々。アクアマリンくんはこれまで役者としても活動してきたので、外科医になることだけでなく、役者として大成する夢があってもおかしくないのになかったのが不思議なのですが。これはアクアマリンくんは助けたがりだから、五郎時代からの夢だった外科医を選ぶということなのでしょうかね。あと感情演技がきついってのもあるかも。五郎時代には、人に合わせて生きるしか取り柄がないとのことで、祖母の影響で産婦人科を選んだのですが、ようやく自分の進みたい道を選んだということなのかもしれません。しかし、ようやく自分の進みたい道を選べるようになったのに、それを捨て、神木くんと心中する道を選ぶことになるのは悲しいですね。ナイフを向けるアクアマリンくんでしたが、神木くんは、殺したらルビーさんが人殺しの妹になって、社会的に死んじゃうと牽制。しかしアクアマリンくんは自分の腹をナイフで刺し、神木くんと共に崖から落ちることで、15年の嘘でまじ切れした神木くんとトラブルになり、人情沙汰の末共に崖から転落死したように見せ、心中しようとするのでした。ついにこの時が来てしまったといった感じですね。前回の動画でお話しした通り、アクアマリンくんが神木くんと心中しようと、
取っ組み合い、相撲対決からの共に崖から落ちる可能性は考えていましたが、思っていたのとは違う部分がありました。具体的には次の3点です。一つ目は心中する理由。神木くんが人を殺すのは、根底に愛さんへの愛があるからという真実を知ったアクアマリンくんは、神木くんへの情を捨てきれず、加えて愛さんがずっと一緒にいたかった人であることから、責任を取って自分も死ぬと考えるのかと思いましたが、ルビーさんが社会的に死なないように、刺されたふりして自分も死ぬという考えでしたね。これは結構意外で、五郎や片寄さんの死が年単位で放置されていたことから、作品のスタイルとして、事故現場を操作されて遺体が見つかるといった現実は描かないものだと思っていたので、殺したらどうなるかについては疑問には思っていましたが、事故現場の操作などはメタ的な話ですし、スルーしていいんじゃないかと深く考えていませんでした。ただしアクアマリンくんに刺し傷がある以上、話の広がり方次第では、殺人鬼の娘ということになったり、ナイフにアクアマリンくんの指紋しかないことから、真実を知られてしまいかねないのですが、これは大丈夫なのだろうか。これこそあまり気にするべきポイントではないのかな。いずれにしても、ルビーさんへの愛を感じるので、多少の疑問こそあれどよかったです。二つ目は相撲対決があっさりしていたこと。アクアマリンくんは神木くんとの相撲対決で、今にも落ちるんじゃないかというところまであっさりと追い込みましたが、相撲というには少し一方的で、もう少し攻防があるものだと思っていました。まあこれはどうでもいいことですが、相撲説信者の投稿者としては少し寂しいところ。三つ目は今回のタイトル。崖から推しの子じゃないかと思っていましたが、未来でした。これはもっとどうでもいいですね。次回以降の展開予想は前回の予想と変わらず、二人が海に落ち死にかけるも、新生 B 小町のライブ描写に移り、アクアマリンくんとルビーさんの大変思い入れある曲、推しに願いをが歌われ、心中することを決意していたアクアマリンくんが、行きたいと願い生還。そして神木くんを殺さない道を選ぶ、と考えています。その理由については、これもまた繰り返しになるのですが、アニメ1期エンディング、メフィストの映像にて、黒いフードをかぶったアクアマリンくんが、海みたいなところに落ち、場面変わってルビーさんが空に手を伸ばし、あなたに会いたいという歌詞に合わせて、アクアマリンくんも空に手を伸ばし、推しの子におけるナイフでの殺害の象徴たるフードを取っていたことからです。作中ですでに一期オープニングの、アイドルを意識した展開があることから、メフィストを意識した展開があってもおかしくはないでしょう。気になるのはアクアマリンくんが自分を刺したことです。まだ海に落ちたと確定したわけではありませんが、仮に落ちたとした場合行きたいと願ったとしても、失血多量とかで死が待っているだけな気がします。さすがに血のりかなんかだったということはないでしょう。アクアマリンくんが神木くんに会うことを仲間の誰かに教えていたとしたら、そもそも会わせないですし、勝手についてきたのだとしたら、退治した時点で割り込むと思うので、誰かが助ける展開も考えにくいです。となると、神様パワーで生き残るとかでしょうかね。推しの子小説、一番星のスピカには五郎が生を諦めていた時、神様パワーの導きで死なずに済んだ展開があり、その時は、君にはまだ役目があるから、受け止めてあげて、あの子の生きた証を。と、サリナちゃんのためにまだできることがあるということで生き残りましたから。アクアマリンくんは、アマテラスの化身らしきルビーさんのために生きる役割を課されたというキャラ設定で、君にはルビーさんの夢であるドーム公演を見届ける役目があるだろうと導かれ、生還するという可能性が考えられます。いずれにしても、五郎とサリナちゃんに恩があり、二人を子供のように思っている煽り体制がないつくよみちゃんが、ポエム役や解説に回るばかりで助けようとする様子がないので、いよいよ動く可能性が考えられますね。ということで今回はここまでとなります。
崖際で相撲をするのは危ないということがお分かりいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。次も絶対見てくれよな。